日本とアメリカの皆さん、ボストンレッドソックスの吉田正隆です。僕が野球を始めて観客席から聞こえてくる歓声が自分を高みに導いてくれるかけがえのない力になっています。バッターとしてホームランを打ったとき、守っていて難しい打球をさばいたとき、それぞれの場面で浴びる拍手と歓声は野球選手によりに尽きる喜びです。今年2024年は日米観光交流の年です。野球は日米双方で熱心なファンを持つスポーツであり、互いの国で仲間と一緒に野球をしたりスタジアムで観戦することにより日米双方の野球への理解をさらに深めることができます。僕は今アメリカで2年目を迎え、愛する野球と日々格闘していますが、どの国でもどのチームでも野球選手の個性は様々です。いろいろな国の選手と対戦できるのが野球の魅力です。その魅力を振りに、ぜひアメリカに野球観戦に来てください。そして今年3月16日には僕の故郷である福井県まで北陸新幹線が延長され、東京から一層訪れやすくなりました。北陸地方ならではの風光明媚な景観、地域ならではの食べ物、土地ならではの特別な発見ができ、そこに住む人々の出会いを楽しめる新たな発見の旅に出かけませんか。皆さん、北陸地方を訪れその良さを体験してください。